目指しているのはあくまでですね、まあ、15% 福利での大勝利と。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は総決算2022年の株式市場ということでやっていきたいと思います。はい、結論はまあ全体は厳しかったということですね。しかし個別では2倍以上の機会も存在していたのが、まあ、2022年という1年だったということです。はい、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、まあ、株式市場全体ですね、まあ、振り返ってみたときに、まあ、日本で見れば、まあ、日経平均はですね、まあ、マイナス 2.9% でしたということです。まあ、ただ、11月30日で、まあ、見たときにということなので、まあ、12月の1ヶ月の数字の影響というのは出ていません。この数字には反映されてないということですね。あくまでも、まあ、2021年末と、今年の11月30を比べたときに、まあ、マイナス 2.9% というのが、まあ、日経平均だったということですね。まあ、ちなみに日本のですね、まあ、成長株市場、マザーズ市場ですね、まあ、現在のグロース株に関して言うとマイナス 19.7% ですね。で、まあ、アメリカに関してはニューヨークダウが1年で 4.8% マイナスで、ナスダックの方が 26.7% マイナスということで、まあ、基本的にはですね、まあ、米国株、日本株ともに、まあ、市場全体で見ると、まあ、非常に厳しい1年だったということが言えると思います。はい、なのでということで、まあ、もし市場全体に対してですね、まあ、分散投資をしていたという場合はですね、まあ、マイナス 2.9% の1年だったということが言えると思います。はい、ただということで、まあ、全体と個別では全然違うのが、まあ、株式投資の最大の魅力なんですよね。はい、というのはということで、まあ、全体はですね、やっぱり世界経済の影響ですよね。またなので、まあ、例えば今年2022年だったら、まあ、例えばロシア、ウクライナの影響だとか、まあ、そういったいろんなですね、まあ、世界経済もしくは世界政治ですよね。まあ、そういったいろんな要因っていうのがあって、まあ、それで、まあ、米国の株式市場、まあ、例えばニューヨークダウだとか、もしくは日本の株式市場ですよね、日経平均だとか、っていうのはやっぱり影響を受けるということです。はい、対してということですけど、まあ、個別株ですよね、まあ、企業一社一社に関して言うと、まあ、外部要因というよりは、まあ、個別企業、その企業、その企業が持っている競争力っていう方が、まあ、実際株価の変動に大きな影響があるということですよね。だから全く同じ環境、経済状況だったとしても、やっぱりそのこの2022年で大きく利益を減らした企業もあれば、大きく増やした企業もあるということですよね。だから当然利益が変わればですね、まあ、利益の合計である、まあ、将来上げるであろう利益の合計である、まあ、企業価値も変動しますし、まあ、やがて企業価値に対してまあ、時価総額っていうのが追いつく形で株価も変動していくということですよね。だからまあ一社一社ですね、まあ、個別企業をまあ分析して個別株投資をするということであれば、そんなに世界経済とかに対してですね、まあ、あの日々のまあニュースを追っかけてアンテナをですね、まあ、立て続ける必要っていうのはそんなにないということです。どちらかって言ったら、その企業のまあ成長性とか競争力とかですね、まあ、そういったものに対してどれだけまあする鋭く深く、まあ、分析していくことができるかという方が、まあ、よほど大きな、まあ、力になる、武器になるということですね。はい、ではまずということで、まあ、2022年ですね、まあ、大きく下げた個別株っていうのを見たときに、まあ、例えばですね、まあ、代表的なところで言えば、まあ、今年はメルカリが大きく下げたということですね。なので、まあ、昨年末と、まあ、今年の11月30日で見たときにマイナス 51% ということで、まあ、約時価総額が、まあ、半分以下になったということです。はい。で、まあ、メルカリの場合はですね、まあ、基本赤字企業ということで、まあ、1回だけですね、まあ、黒字決算っていうのを発表したことあるんですけれども、基本的にこの企業は、まあ、赤字ということですよね。なので、まあ、企業価値っていうのは、まあ、理論上はゼロということです。なので、まあ、とにかく、将来ですね、はっきりと、まあ、ずっと利益を出し続けるっていうのが、まあ、見通すことができないということであれば、まあ、将来の赤字を合計してもやっぱり赤字なので、だから、まあ、企業価値ゼロということですよね。まあ、それでもやっぱり時価総額がまあ、ね、つくということであれば、将来は、まあ、今までは赤字だったとしても、将来は利益を出すんじゃないかという、まあ、投資家の期待があるわけですよね。なので、まあ、投資家の期待という意味で、まあ、結局、まあ、じゃあ利益の方が赤字なんだったら、売上の方を見ますということで、まあ、売上の成長性ですよね。まあ、株式市場が、まあ、現在のアメリカに求めているのっていうのは、まあ、1年で 20% 以上売上を伸ばしてほしいということで、
まあ、売上での 20% 超の高成長というのがまあ求められていたということです。しかし実際今年1年で見たときに、まあ、実際は 12% ですね。まあ、これはメルカリの主要事業である日本のですね、日本のメルカリ事業が 12% 成長ということで、まあ、逆に米国メルカリとかっていうのはまあ昨年よりもですね、まあ、売上が減っているというような状況になっています。そうなると、まあ、市場が求めている目標、まあ、売上 20% 超の高成長という目標の未達ですね。あとはまあメルカリは今年ですね、まあ、有利子負債がですね、まあ、2倍弱ですね、2倍にはいってないですけど2倍弱、有利子負債が増えたということで、まあ、はっきり言った財務の安全性健全性という意味で、まあ、ちょっとね懸念点が増えたということで、まあ、株価が 51% 下落ということですよね。市場全体が 2. 何パーセントしか減って下がってないのにメルカリはもう 51% ということで、まあ、時価総額が半額以下になったというのが、まあ、今年2022年だったということですね。はい、逆に、まあ、2022年大きく上げた個別株っていうのはどんな企業だったかっていうことなんですけど、まあ、例えばですね、まあ、有名どころで言えば三菱重工ですね。まあ、この表で言えば、まあ、11番目に、今年上がったということで、まあ、一番上がったのは 422% ということでですね、まあ、ものすごい、4倍以上上がっていたりしますけれども、まあ、ちょっと上の上位10社をですね、まあ、当てることができた人っていうのはちょっとやっぱ投資家視点ではないと思うんですよね。ちょっとまあ機会タイミングっていうのに対して非常にこう鋭く素早く反応できてないと、ちょっと上の10社三菱重工より上の10社に反応するっていうのはまあ正直投資家にはまあ難しいというふうに思ってます。どっちかって言ったらもう日々ニュースをチェックして今だっていう感じでまあ買って売るということをしないとちょっと上位10社は難しいかなということですよね。まあ一番上が 422%、次が 366% ということで、まあ、1年でですね、まあ、4.2 倍とか 3.6 倍とか、っていう風になっていたりしますけど、まあ、現実的に投資家が、まあ、狙うことができたのは、まあ、11番目の三菱重工以下じゃないかなという風に、分析しています。はい。で、まあ、三菱重工に関しては、まあ、コロナでですね、まあ、2020年度決算、そして21年度決算ということで、まあ、2年連続利益が減ってるんですよね。しかし、まあ、昨年の22年度決算では、まあ、コロナ前19年度まで利益が回復していたということです。で、まあ、今期23年度3月期もですね、まあ、昨年に引き続き、まあ、利益上昇傾向というのを継続していますということです。まあ、そうすると、まあ、非常にですね、まあ、割安評価されていた三菱重工がですね、まあ、結局利益回復させてますので、だからまあ企業価値が上昇したということですよね。で、企業価値が上昇して、まあ、それに対して時価総額は追いつく形で、まあ、株価が上昇、つまりプラス 100% ってことはまあ2倍になったということですね。はい。なのでということで、まあ、もしですね、まあ、個別株に関して言えば、まあ現実的なところで言えば、まあ、ですね、まあ、これよりもっと下げた株もありますし、もっと上げた株もあるんですけど、まあ投資家ですよね。まあ、一回もう企業分析をきっちりやって、あ、この企業いけるなということで、ある程度まとまった株を、まとまった金額を、ですね、まあ、少数の株に、投資するという、まあ、投資家目線で現実的なところで言えば、まあ、マイナス 51% からプラス 100% っていうところが、まあ、今年1年の、まあ、結果の差だったんじゃないかなというふうに、まあ、分析しています。はい。つまり、まあ、2022年っていうのはですね、まあ、勝負で言うならば、まあ、大負けですよね。まあ、一番負けた人は今年1年がマイナス 51% ということですよね。で、まあ、平均ですよね、まあ、市場全体に対して分散投資をしているということであれば、まあ、2.9% 純資産を減らしているということです。で、逆に勝ちっていうことでいけば、まあ、はっきり言ったら、まあ、米国債、国債とかですね、まあ、比較的堅実性の高い社債とか、まあ、ぐらいで運用していた、まあ、2% ぐらいの、まあ昨年末に比べて純資産を増やしている場合は、まあ、勝ちということが言えるかなと思います。で、大勝ちってことになれば、まあ、昨年末に比べてプラス 100%、つまり、純資産を2倍にすることができているということですよね。まあ、個別株の場合は、まあ、ここまで大きく、まあ、投資家の実力によって差が出るということです。はい。まあ、表現を変えるならばということで、まあ、2分の1から2倍の間で最大4倍ですね。まあ、運用成績の差が出たのが、まあ、2022年という1年だったと言えるということです。
況です。はい。で、まあ、株式投資っていうのは、まあ、外部環境に翻弄されながらですね、まあ、自身としてはなすすべもなく、ただ、まあ、今年の場合であれば、マイナス 2.9% というのを受け入れるのかということですよね。もう、結局、市場全体に対して分散投資すれば、まあ、今年の成績っていうのはマイナス 2.9 になっていたということですよね。で、まあ、それに関してはもう、世界経済とか、世界の政治情勢とかの影響をもう そのままで、ただ自分は受け入れたということになるわけですよね。それともということで、まあ、個別企業の分析力を磨き続けることで、まあ、自ら主体的に勝つべくして勝ちに行くのかということで、まあ、個別株の場合はあんまり世界経済とか世界の政治情勢の影響っていうよりも、やっぱり下がったっていうんだったら明らかにその企業にやっぱり原因がありますし、上がったっていうんだったらやっぱその企業自身にやっぱり大きな影響があるんですよね。だからマイナス 2.9 以外の数字っていうのが個別株の場合はやっぱり出るということです。それはまあ全体のその外部要因っていうよりも、その企業自身にやっぱり何らかの原因があって、その原因っていうのを、まあ、企業分析を通じてですね、まあ、見通すことができるかどうか、まあ、その、企業の 将来の利益成長性っていうのを、まあ、どれだけですね、まあ、事前に見通すことができるかっていうのが、まあ、投資家の、まあ、実力ということになるわけですよね。まあ、そうすると、まあ、結局、その個別株の株価に関しては個別企業自身に原因があるので、そうしたら、まあ、当然その企業に対しての分析力、つまり個別の投資家自身の、まあ、実力によって結果っていうのは、まあ、大きくですね、まあ、最大4倍ぐらい今年であれば変わってくるということです。でもそれはもう完全に投資家のもうね、一人一人の完全な実力勝負ということですよね。まあ、その結果の差って何なんですかって言ったら、それはもう完全に投資家一人一人の実力っていうことになります。はい。もし人生が偶然ならなぜ勉強などする必要がある、人生は宝くじじゃないということです。はい。ということで、まあ、私たちが目指しているのはあくまでですね、まあ、15% 福利での大勝利というのをいつも目指しながら個別企業の分析をやっているということです。はい。ということで、まあ、今回はですね、まあ、総決算ということで、まあ、2022年の株式市場というのを、まあ、振り返ったんですけれども、まあ、結論としてはやっぱり全体は厳しかった1年だったということは言えると思います。しかし、まあ、個別で関して言うと、まあ、現実的なところで、まあ、2倍以上の機会っていうのも存在していたのが、また2022年という1年でもあったということです。はい。もし今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録ですね、よろしくお願いいたします。はい。あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。